次期戦闘機開発にサウジ参戦するのか気になるところですが、防衛省は8月31日、今年度予算と比べて 13.4% 増、かつ過去最高の7兆7385億円となる2024年度防衛予算の概算要求を決定した。そのうち、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発の関連費用として726億円を予算要求したとの情報を、今日は一緒に見ていきましょう。次期戦闘機開発の関連費用の内訳は、次の3項目となっている。1、機体の基本設計やエンジンの詳細設計など、次期戦闘機の開発費用として637億円。2、次期戦闘機などの有人機と戦闘支援無人機の連携を実現するために必要な AI 技術の研究など、次期戦闘機と連携する無人機の研究等にかかる費用として49億円。3、日本、イギリス、イタリアの3カ国共同開発を推進するために運営資金を拠出する、次期戦闘機の共同開発機関への拠出金として40億円。防衛省担当者は、次期戦闘機の開発状況について、今年度に実施している機体の構想設計の結果を踏まえて、機体の形状や構造を確定させる活動や、主要な搭載部品の設計を引き続き行っていく状況にある。日本、イギリス、イタリアの3カ国の間で引き続き進めていくと述べた。日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同設立する国際機関については、防衛当局同士の意思決定を円滑に履行し、開発を効率化するために設けるようだ。日本の防衛省担当者によると、現在は各国政府が個別にプライム企業と契約を結んでいる状態であり、国際機関とこれに対応できる企業体の契約を一元的にして、効率的な協業体制を作り上げることができないものかと考えている。これ以上の詳細は3カ国で検討中であると述べた。日本、イギリス、イタリアの3カ国で、開発や製造の主体となる三菱重工業とイギリス航空、防衛大手の BAE システムズ、イタリアの防衛大手レオナルドの3社が参加する共同企業体、ジョイント・ベントレ、略称 JV を設立する方針となっている。次期戦闘機の計画は、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、略称 GCAP と呼ばれる。これは、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府が、昨年12月に発表したもので、三菱重工業と BAE システムズ、レオナルドの3社が、機体の開発を進めている最中である。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスの航空機エンジン製造大手ロールスロイスが中心となり、そこに、イタリアで航空機エンジンを手掛けるアビオも加わる。電子システムに関しては、日本の三菱電機とイギリスのレオナルド UK、イタリアのレオナルドとエレットロニカの4社が担当する。そして、ヨーロッパの軍事大手 MBDA についてもミサイル開発で参画することとなった。防衛省は、F2 戦闘機の退役が見込まれる2035年度までに開発完了させることを目標に進めている。航空自衛隊が現在保有する F2 と、同数の約90機の導入を想定しているようだ。一方で、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、テンペストを2035年までに配備させることを目標としている。また、来年度概算要求において、次期戦闘機に搭載する、次期中距離空対空誘導弾の開発に向けて、184億円が計上された。日本とイギリスは、F-35 戦闘機搭載の新型空対空ミサイル、JNARMの共同研究を推進してきたが、次期戦闘機搭載のミサイルは国産で、なおかつ、防衛省担当者は、次期、戦闘機用の新たなミサイルは、JNARMとは全く別と言い切ったのである。防衛装備庁は、今年度いっぱいで、JNARMプロジェクトへの予算計上を終えており、イギリスとのこれまでの共同研究成果に基づき、国産ミサイルの開発の方が、費用対効果や技術面でメリットが大きいと判断したと考えられる。
2023年8月29日、アメリカ国務省は、長距離空対地巡航ミサイル JASSM-ER を、1億400万ドル、約152億円で、日本へ売却することを承認している。JASSM-ER は、敵に、我の現在地を知られることなく、目標に向けて発射して着弾することができるらしい。アメリカ国務省は、今回のミサイル売却に関して、インド太平洋地域の政治的安定と経済発展の力である主要同盟国の安全を改善することにより、アメリカの外交政策目標と国家安全保障目標を支援することになると発表している。この JASSM-ER は、航空自衛隊が運用する最新ステルス戦闘機 F-35 ライトニング II などから発射できる巡航ミサイルのことを指し、射程 920km 以上、敵性勢力の対空ミサイル射程外から発射可能とする、いわゆるスタンドオフミサイルに分類される。このミサイルの速度は、音速よりやや遅いため、いわゆる亜音速ミサイルに分類されるが、最大の特徴とされるステルス能力が付与されているため、敵の防空レーダー網には発見されにくく、迎撃が難しいとされている。しかも、発射後は、GPS や磁気のセンサーによって、自動で目標まで向かい、なおかつ、データリンク機能があるので、発射後に、破破機からコース修正を行うこともできる。なお、目標に着弾する寸前の最終段階では、赤外線誘導にシフトされるという優れものだ。JASSM-ER が搭載できる機体としては、戦略爆撃機においては、B-5 に、B-1、B-2 が挙げられ、地上攻撃も、得意な戦闘機である、マルチロール機としては、F-15E、F-16、F-A-18、F-35 などが対応可能となっている。自衛隊機が保有する3種類の戦闘機の中では、今のところ、無回収で同ミサイルを搭載できるのは、おそらく F-35 のみであり、あとは、回収計画が現在進められている F-15J ぐらいでしょう。一方で、国産ジェット輸送機の C-2 にも同ミサイルを搭載する計画も進めており、すでにアメリカでは空中投下で使用するパレットに JASSM-ER を搭載し、空中発射できるラピッドドラゴンというシステムをつけていて、どうやら航空自衛隊でも同様のシステムを搭載可能な機体として C-2 を戦略爆撃機化することを目指しているようだ。また、イージスシステム搭載艦2隻の建造に着手するなど、防空ミサイル能力整備に約1兆2713億円、離れた距離から攻撃に対処するスタンドオフ防衛能力の強化に約7551億円が計上されている。こういった背景の裏側には、中国の軍事力拡大、北朝鮮による核・ミサイル開発の進展、ロシアによるウクライナ侵攻と北方領土での軍事活動活発化など、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているためである。そこで、政府は、防衛費を、対国内総生産比 2% の水準に達する目標を掲げ、2023年度からの5年間で約43兆円を確保する計画を2022年末に決定しており、同省の概算要求額も大幅に膨らんだ。その防衛費財源を確保するため、2027年度まで段階的に1兆円強の増税が必要であると岸田首相が発表していた。一応増税のみならず、為替介入に備える外国為替資金特別会計から一般会計への繰り入れを行うなど、税外収入や決算剰余金の活用も行う予定である。その上で、2027年度以降は、防衛力の維持に毎年必要な4兆円のうち約1兆円分を、段階的に増税で確保するということだ。その一方で、自民党の萩生田光一政調会長らは、NTT などの政府保有株を売却して財源に充てる可能性を探り、現在政府が保有する約5兆円分の NTT 株を20年以上かけて売却し、その収入の一部を防衛財源として活用することが検討されている。ちなみに、防衛省の主な概算要求項目として、1、イージスシステム搭載艦2隻の建造に、着手3797億円、2、戦闘車両取得など、陸海空領域の能力強化約1兆3787億円、
3、戦闘の継続性や強靭性の強化。4、弾薬の確保、約9303億円。5、装備品等の維持装備、約2兆3515億円。6、無人アセット防衛能力の抜本強化、約1184億円。7、約240人で、常設統合司令部、下省を創設。以上の7点を挙げており、これが、まさしく5兆円に等しくなるのではないかと見ている。